来ないね。このちょっと橋渡るのが怖いな。多分ね、この辺似てるでしょ。開いてるやん、ほら。見えてるやん、これ。セクトポット。なんでセクトポットこんなにダサくなったんかな。っていうかさ、XCOM 2のさ、キャラがもう全体的にね、すごいダサくなったんよな。なんでこうなったっていうね。敵キャラに全く魅力を感じない。っていうね、なんか、デザインおかしいわ、これ。どう考えても。やっぱ敵キャラってさ、魅力的じゃないとあかんのよ。かっこいい、かっこよくないは置いといてね。やっぱ魅力、敵の魅力ってね、この一つの作品をね、良くするために、非常に重要な要素なんよな。ガンダムとかでもそうやんか。ガンダムとか冷静に見たらかっこ悪いやろ。でもザクってめちゃめちゃかっこいいやんか。ザクのデザインってやばくね？っていうね。あとシャアのかっこよさ。これでしょ、やっぱ。ここ行って大丈夫？いや、危険やの、やめとこう。敵キャラね。スター・ウォーズでもさ、やっぱダース・ベイダーあってのスター・ウォーズじゃないですか。そしてトルーパーのかっこよさね。っていう風に、この敵キャラ、ヴィラン、このね、かっこよさがないと、あかんのよ。そしてこの XCOM、来た、なんか来た。XCOM2 に垂れへんのは、敵キャラのかっこよさ、ダッサいやろ、これ、めちゃめちゃ。アドベントの兵士とかめちゃめちゃダサいもんね。ナイスナイス。行け、行って、行ったら、フルボックした。対岸。セクトポットいてるからちょっと危ねえな。ゆっくり行くわ。ゴリさんのデッドアイ。倒せるな。いやでも命中率出えへんのか。これでもこれ以上前に行っちゃうと、おそらくね、セクトポット出てきよるから、ね。どういった？どういった？見えへんようになったね。このアドベントの、アドベントオフィサーとかこれ、もうちょっと考えられへんかったんかな、デザイン。ねえ、なんか、これがね、すごい、私個人的な意見ですけどね。すごい不満です。マジで不満です。こいつ結構あれやな。アーマー持ってるな。装甲破壊使う？ 50%。これ当たりゃ多分ね、大ダメージ与えれると思う。もしくは BB。BB の装甲破壊。あ、こっち 74% や。こっちの装甲破壊で、頼む。ほら、来た。倒した。BB のかっこよさはこれちょっとあれやな。やばいね。めちゃめちゃやばいね。これちょっと BB で一本のなんか物語作れるよ。これ以上前に出たくない。うん。ゴリさんの舞台監視 57%。ここね。なんで命中率出ないかっていうと、こいつがさ、ここフルカバー入ってるんよ。だから命中率が出ないんよね。ゴリさんの命中率が 87% で、最高性能のスコープつけてるからプラス 15%、難易度がベテランやからプラス 5% で、高い遮蔽物マイナス 40% で、防御力マイナス 10% で、命中率 57% というね、この数字が算出される。だからこのキーを破壊すれば命中率ね、プラス 40% されるんよ。ラウンドガンでここまで出る。で、側面取れるから、これで倒せるやろ、多分ね。95%。よっしゃ、ヘッドショット。思いっきり頭に穴開いたね。来たね。この施設やな。あら、なんか入った。来た。単体できよったわ。このダッサいロボット。戦闘プロトコあるから、これアーマー無視してこんだけ貫通するからね。これでいけるわ。このセクトポットもね、もうロボットではもう最強やったんやけど、なぜかこんな雑魚多いキャラになってしまったな。ラピッドファイヤー。
2回射撃。もう一発撃つで。オッケー。死んだわ。弱っ。来た。うわ、アーコンっすね。アーコン3体も出てきたで。出すぎやろ。嘘やろ。出すぎ出すぎ。出すぎだから、この変態野郎。ここで全部入るわな。入れますね、これ。頼むぜ、姉さん。姉さんのエクソスーツがかっこいいね。わかったわかった。バトルフレンジーわかったか。BB をこっちまで出して、まだね、多分ね、敵部隊いてると思うよ。これ以外もね。ここでラピッドファイヤーで倒されへんか。無理無理な。これちょっと手数足らんな。これどうしよう。やばくね。うわ、外れた。嘘やろ。ちょっと待て。お、倒した。 OKOK。 びっくりさせるなよ。これ手数足らんない。どうしよう。ここまで、ここまで出て、そして射撃する。これで死なへんな。無理か。倒せないってことで、もうこれは魔法ビーコン巻いとかなしゃあないな。さあどうする。あ、ブレードストーム発動。よし、6ポイント。近づいてきたやつに自動的にね、近接攻撃をするというね。よし、これで耐えれるわ。2人で寄ってたか。お、もう一発ブレードストーム。ナイス。あ、外れちゃったけど、これいいね。何をしとんねんこいつら。このエイリアンのデザインもすごくね。これラピッドファイヤーで倒せると思う。無理か。回避された。よし、ナイスナイス。これでなんとかなったわ。これでなんとかしても。よし、倒した。OK です。No problem。多分この部屋にいてるんちゃう。うわ、いっぱい来た。いっぱい来たわ。うわ、ちょっとやばいな、これ。どうしよう。どうしましょう。もうね、魔法ビーコンもないし、爆撃もできへんしな。どないすんねんって話やで、これ。これはもう監視で耐えなしゃあないな。全員の車線を通して監視しよう。OK。まずは、一発目。監視射撃。おぉ。抑圧された。ちょっと待てよお前。石膏なん、アホやろこいつ。アホやろ。何をしとんねん。シールド貼りやがったわ。うわー、これすんごい展開になってますよこれ。どうするこれ。うん、参ったな。ドアの開閉、ドア閉めたろか。これドア閉めたらどうなんのこれ。閉めた。あれ、ドア閉めたで。え、いけんのこれ。これでもう一発ちょっと監視してみるね。ドア閉めたで。もう一発ちょっと監視で待ってみよう。これドア閉まってんのどうすんねん。さあどうする。おお、ちょっとかっこいい。扉閉まってんねやから。うわあ、扉すり抜けて出てきたでこれ。わあ、フルボッ、よっしゃ、倒したー、きたー。これがやばいよね、この脳汁。ちょっと、ああ、
マジでやめて。せっこーこい。え？ちょっと待って、ハーレーがダメージ食らったなんか知らんけど、どういうこっちゃ。うわ、みんなだ結構ダメージ食らったな、みんな。まあまあ問題ないと思うけど、こいつなんなんこれ。どうしようこれ、倒しきれへんぞこれ。これロボット倒したからよかったけどね、ちょっと遊びすぎたな。ビービーこっち行かせのやばいね。こいつなんとか倒さないと、これちょっとマジでやばいです。本当にやばい系ですね。 100% でこんだけいけるわ。これいっちゃおうかね。行ってお願い。よーし、ナイス。とりあえずシールドは削ったけど、シールド削ったけど、これアーマーがまた1,2,3,4つあるからな。これどうすんねん。いや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 、ここはさ、ハーレで倒せるから、どないでもなるよ。こっちで側面取って、これで一撃でうわ、倒されへん。どうしよう。やばくね？やばくねっすか？いたれ。頼む。よし、クリティカル出たけど、うわ、あと一個だけ残ってる。メイドをこっちまで出そう。ここからライトニングハンド 55% まで上がった。頼む、倒して。よし、ナイス、倒した。うん、あと1体ね。こいつ倒しきれへんな。どうしよう。参ったな、参ったぞ。俺はレディクラッシャーもうちょっと前まで出そうか。あ、違う、ゴリさん動かしてもらった。間違えた。うわー、やってもうた、間違えた。あー、ユニットの移動ミス。もう最悪です、これは。34%。当たるで。ほら。あー、射撃ミスダメージ。1ポイント。ファーク。ファーク言うてるわ。ゴリさんを動かし間違えた。参ったな。よし。まあ、一撃ぐらい耐えれるか？ゴリさんが狙われたらやばいから、ゴリさんに、支援プロトコルグレムリンで、これで防御力プラス30ですわ。さあどうする。お、当たった。ちょっと待って、ちょっと待って、ゴリさんやばいやばい。ゴリさんじゃなくてよかった。オッケーオッケー、レディクラッシャーはね、アーマー2つあるからね、エクソスーツ着てるから。だからダメージはそんな大したことないわ。なんとか耐えたね。ゴリさんのデッドアイ 68% 倒せる。いけるはず。よーし、来た。事なきを得たわ。うん。やっぱこれぐらい苦戦した方がね、楽しいよね。みんなそこそこダメージ受けてるよ。レディクラッシャーが3ポイントのダメージ。そしてハーレーが1,2,3,5ポイント。メドゥーが5ポイント。クーガーは無傷。レディクラッシャー3ポイント。みんな怪我してる。全員怪我や。オッケー、これで、ステイシスチューブを開く。なんか出てくんねやろ。何が出てくんね。あー、出てきた。出てきたな。なんか怪しいやつ出てきたわ。もうええで、もう帰ろや。みんなそこそこ怪我しとるからの。これでミッションクリアです。さらば。なんで失敗な。
ああターゲット運んでくんの忘れたそういうことやな。ね、そういうことですよね。ターゲットを運んでこなあかんかったんよな。これメインストーリー失敗したらどうなんのこれ。バカじゃねえの。またやらかしたな。なんもないよ、特に。失敗してもなんもないの。特になんもないよな。あるわ、またあるわ。もう一回行かなあかんの？あ、もう一回やり直さなあかんのこれ。そういうこと。